弟と一緒に過ごした町があるんで、弟のその最後の場所に。夜明けに雨が。本当の父親は私会ったことない。私が生まれる前に別れてる。多分生まれたの知らないんだよ。不倫だったって言ってたから。自分を証明したかったんだろうなって思う。最終的にやっぱり姉としての自分と母としての自分の存在を証明したかったんだろうなって思う。